土井さんにちょっと受験生を助けてもらいたい。ああ、なるほど。久しぶりにカツを。カツをね、はい、筋を。筋通さないと。判定出なかったりとか、過去を見たら愕然としたりとか、倍速リピート再生大好きなんで。ええー、ほうほう、はい。この時期にやめてよみたいな。ほんとそう。どうだ、始まりました。むちゃチャンネル。さあ、今回は、どうぞ先生でございます。出た、このくだり。なんかめっちゃ絆創膏してる。怪我だらけですよ。怪我だらけ。バコバコで、それで棒が凍ってる。ああ、そうそう。え、なんかもらった。もらった。はい。え、もらいました。はい。どうも、どのグレード終わって。いや、いろんな視聴者からいろんなプレゼントをもらえてきます。なんでプレゼントもらえ、俺プレゼントが来ないんだよ。え、意外。え、なんかめっちゃ来ると、あ、お金持ちだと思われてるから来ないのか。いや、貧乏だと思われてる。いや、こいつ金持ちですよ、マジで。気をつけてくださいよ。え、だってね、なんか、ピンクの何武田塾を買うとか。ピンク、ピンク。絶対いけないし。そう、また買収しよう。いや、そんな、うまく、だってもう、ものすごい人気で。で、道端で、声かけられて、細井先生のファンです何回も言われた。どういうことそう、道端でとか話しかけないで、おいてさんですよね、細井先生のファンですっていや、そう、なんて言えばいいの、ね、そう、なんて言えばいいの、いや、僕もファンですって言っときますねとか、そうなんですねって1回2回じゃないんですけど、だってさ、森鉄のさ、ファンになる要素ってどこにあるの、探そうが難しくないだってさ、誰が森鉄のファンなの。いや、わかんないっす。英語がね、すっごい好きで、教育満点取りてーみたいな、もちろんいいんですよ、それは。いいんですけど、そういうコアな人しかファンならなくない。コアな人と、まあ、なんか助けてあげたいみたいに思う人。いや、それファンなの。そうなんでございます。なるほど、助けてあげたい。そう。あまりに不憫だから、ね。そう。そんな細井さんにちょっと受験生を助けてもらいたい。ああ、なるほど。はい、直前期ね。あ、そういう本出したじゃないですか。はい。はい、これ今出てますんで。じゃじゃーん。はい。ちゃんとリンク貼っといてよ。はい、もちろんです。自分のアフィリエイトするんじゃねえ。自分のアフィリエイト。これ結構ね、売れてるんですよ。本当にサインね、やっぱ1日2回ぐらい書くんですよ。そうなの。あ、患者さん持ってきてくれたりとか。はい、はい、ちょっと勉強法のことで、はい、直前期どうしたらいいのって悩んでる人に、久しぶりにカツをカツをね、はい、筋を筋通さないと、はい、まあけど筋で言うんだったらやっぱ直前期は、はい、過去の自分に筋を通してほしいですよね。おー、なるほど。はい、うん、直前期になってふにゃっになっちゃうやつ結構いるんですよ。わかりますかね。けどなぜかやっぱ夏ぐらいまでものすごい、まあ、カチカチだった。はあ、なるほど。もうね、ビンビン言ってたわけですよ。けどもなぜかやっぱこう不安だったりとか、まあいろんな結果が返ってきて、やっぱメンタルがみたいな感じで、そこでちょっとふにゃっちゃうやつがやっぱいるっすよね。なるほど、なるほど。で、やっぱり基本的に受験は後半になればなるほどカチコチになってってほしいんですけど、はい、やっぱりなかなか中折れというかね、全部その例えていくの。でもアダルトなチャンネル。違う。アダルトチャンネル。チャンネルじゃない。ということでね、まあけどはやっぱりね、感度の高いね、思春期の高校生にも分かりやすい表現をして、はい、途中でやっぱ折れちゃうっていうのは非常にもったいないですね。厳しい結果返ってきたりとか、判定出なかったりとか、過去を見たら愕然としたりとか、まあ様々なことがね、特に現役一浪ってあるんですけども。やっぱりそれにメンタルだけは強く持ってほしいなと、芯はね。けどそれって結局結果を出すためには当然なんですけど、過去への自分に対する筋なんだよっていうことなんですね。はい。だからそこまでちゃんとやってきたんだから、うん、まだちゃんといけると、俺はちゃんとここまでやってきた自負があるっていうのを持ってほしいなと思うんですよ。折れちゃいけないと。そうね、もう多分そういう年齢ですよね、年齢的には。ちょっとどういうことちょっと NG って言ってたのにあの動画でやっぱりね俺あのサイズ、そうそう、それだけ NG 出してたからそこで行くんだと思って。じゃあそれやりますか。やらないわ。なんでこの時期にどうしても焦りとかいろんなので、最終的にはメンタル、もちろん体力っていうのがだんだん削られてくるんで、そうすると次メンタルっていうところが削られてくるんですね。疲れてくるし、まあ、寝不足もたまってくるし、いろんなところではあると思うんですけど、寒くもなってくるしね、風邪ひいたりとか、体力っていうところがまずある人はメンタルが削られるまでやっぱ余剰が結構大きいんですけど、なるほど、うん、やっぱりこれ繋がってると思ってて、やっぱり体力がもともとない子だったりとか、全員が部活やれと言ったんですけど、部活とかやってなかった子っていうのはやっぱりここの体力値が結構少なかったりするので、はい、まあ勉強とか、まあ、あとは体調崩したりとかで結構ここまで来ちゃうと、うん、でそこでこうね、模試の結果とかバチンと返ってきちゃうと、こうメンタルの方にガンといっちゃうんですよね、うん、だからそこでやっぱりもう日々もう寒くてもね、なんかその勉強進まないなと思ったら走ろう走ろう、おう
走る、走ろう。メンタルを回復させるためにはやっぱり体を動かすっていうのすごい大事で、うん、メンタルをメンタルで回復するって結構難しいんですよね。ほうほうほう。だってどう考えたってその厳しい結果ってどんなに思い返したって変わらないわけじゃないですか。だから一度ねやっぱリセットするのにこう減ったゲージをこっちの体力ゲージで持ってきたいんですよ。あ、なるほど、はい、だからやっぱ体をしっかり動かす、もし集中できないとか、うんうんうん、リスニング今いくらでもねポータブルでできますから、自分で10分20分吹き込んで覚えたいこと。あ、なるほど、はい、ほうほう。僕その倍速リピート再生大好きなんで、ほうほう、はい、で僕生徒によく言ってるんですけど、今日やったことでなかなか最後覚えられなかったことを最後10分間ひたすら喋る、うん、おー、なるほど、はい、それで 1.5 倍再生して聞いてジョギング10分でいいから、うん、これはめちゃくちゃこの時期やってる子ね、やってると思いますよ、優秀な子は。なるほど、はい、これはいいかもしれないですね。はい、3分じゃなかったけど10分だったけど、そうですね10分間ラーメンで隠れいやいや、心身ともにということで、いや、それは本当に、ね、こうだからこう燃え立つみたいなさ、陰キャをね、やっぱ日々走る、走って、なるほど、走ろう。いや本当になんかさ、こうさ、もやしみたいなものさビニールハウスの中のさ、なんかしかももやしの中でも出来の悪いもやしっていうか、出来の悪いもやそう、いや心身、いや意外ですね、あれ、はい、うちのチャンネルよく出てくれてるで、早稲田工科塾の平先生もよく言ってて、なんか空手の師匠同じらしいっすよ。はい、そうなんすか。うん、なんか同じ道場だったみたいな、なんか同じ人に習ってたみたいな。いや、そうっす。だから僕も今、まあ、仕事とか、うん、まあ、成功してるって周りから思われてる、うん、僕は全然足りないと思ってますけど、空手とかはもうずっと続けてですね、はい、週 2,3 やっぱ必ず運動するようにしてて、すごいっす、そう、ストイックやってる。先週末30キロ山の中トレーナー、すげえ、まあ、足潜れるかと思いましたねすごい、 いや、はい、ストイックにね、英語リスニングやってますからね。いや、そうなんですよ、そう、各ラジオやってる、そう、入ってきたら、全部英語なんだけど、こうそうですね、沈んだ時こそ、どうやって自分のメンタル挽回するかっていう手法をいろいろ持ってるといいと思うんですけど、そういう時にはこういうね、陰キャの YouTube 見たりとか、まあ、全然こうメンタル回復しないっていうか、なんかこう、傷の舐め合いみたいな、そうじゃなくて、やっぱりこう、自分が前向きになれる方法、走るでもいいし、他のことでもいいんですけど、うん、そういう、要はリカバリーステップを自分で把握してる人、自分のことをよく理解してる人っていうのは、やっぱりコントロールが上手なのかなって思いますね。これはいいこと聞きましたね。うわ、言えてるな。なんか、やっぱアンガーマネジメントとかって言葉結構あるじゃないですか、はい、社会に出ると。はいはい、もう、キーッと怒った時にどうしようみたいなね。はい、だからそれと全く一緒ですね。なるほど。受験あれアンガーマネジメントできてないし。いやいやいや、僕はあれコントローラブルなマネ、あのアンガーなるほど、ね、演技性の、演技性のアンガーなんですね。そうですね。なんで、受験とか、まあ、社会出てからも同じなんですけど、はい、自分の感情をコントロールできるっていう能力ってすごい大事だと思う。はいはいはい、落ち込んで、そのまま体が動きませんじゃなくて、うん、落ち込みました。けど、はい、切り替えよっていう、この時期。ありますよね、なんかこの時期にさ、なんか 2,3 日いきなり勉強できないみたいな。そう、本当にある、本当にいるんですよ。すごいね、落ち込んじゃったりとか、うん、結果返ってこないとか、うん、なんか自分が嫌になっちゃったとか、勉強が手つかないとか、そうそうそう、この時期にやめてよみたいな。本当そうです、僕もギリギリに直前に来ましたんで、やっぱりそうなんですよ。で、夏あんなやってたやんみたいな、もう息揚々とやってたのに、こう気圧とか気温とか季節とかいろいろあると思うんですけど、うん、冬が苦手なのか分かんないですけどね、この時期になるといきなりね、なんかこう、うん、ショートしちゃう生徒さんが、うちの塾も実際いるんですよ。はい、これやっぱ太郎してることがあって、その傾向があって、太郎で五郎六郎って最初は来年こそって思ってねやるんですけどね、スタミナ切れるよね途中でね。そうそうそう。でもう9月ぐらいから、え、勉強大丈夫みたいな、うんうん、最近全然勉強手につかなくてみたいな、やめてよみたいな去年と同じこと言ってるみたいな。本当そうですよ、うん、いやもうコメントも来てます。まあ、指導先生と受験鬱に関して動画出したら、そこにコメントがやっぱり来るんで、やる気が出ないみたいなのがやっぱ来るんで、いやだからね、やっぱこう季節はね良くないんですよ。季節性に鬱っていうのもやっぱ発症される方いるので、こう寒くなってきたりとか、人肌恋しくなってくると、ついつい孤独感というか、去年のうちの受験企画出てたお笑い芸人の子なんですけども、はい、冬になったら必ず鬱になっちゃうんで冬季鬱みたいになるんですねそう、絶対最初の春夏はもうやるぞっつって受験勉強頑張ってたのに、はいはい、冬になったらもうできませんってなっちゃって、どうしようってなっちゃって、だからもう1年やりますかって言ったんですけど、今はやる気あるんですけど、また冬になったらやる気なくなっちゃうんで、いやーほんとね、だからそういうのはやっぱり自分の性質を把握してれば対応ができると思うんですけど、実際それが把握できてないやっぱ現役生だったりとかっていうのが結構陥っちゃう、うんうん、はい、ということで今回は細井先生においでいただきました、ありがとうございました。声ちっちゃい、でででででこれ入ってるかな、声ちっちゃいんだよ、はい、探せ、ね、大きく、もっと大きい声して、もっと大きく、はい、うん、じゃあメジュケイトの方では頑張って、まあ普段マイクでねやってるんでね
っちゃ声、はい、ほんとちっちゃいね。大丈夫入ってる、大丈夫入ってる、大丈夫、はい、大丈夫、はい、ありがとうございました。テキポチン、次はね、うちのチャンネル、あれ英語やってもらいますから、はい、いかないよやんないよ